さあ皆さんこんにちは、のっぞーでございます。ということで今回ですけどね、ポケモンユナイトやっていきたいと思います。今回使っていくのは不思議花ですね。以前に使った動画を上げたかどうかわかんないんですけども、あの不思議花使っていこうと思います。はい、なんか一回ね動画で撮ったやつも今後ねちょっとこう慣れたらね、使い方に慣れたらこう撮っていこうかなと。この不思議花も慣れてるわけじゃないんですけども、最近ちょっと使ってるのでやっていこうかなと思います。ちょっと不思議花自体そんなに使ってなかったんで、もうヘドロ爆弾だとギガドレインだったり、ソーラービームだって花びらの舞型とかね、いろいろあると思うんですけども、花びらの舞ギガドレイン型もですね結構使ってるんですけども、ちょっとヘドロ爆弾、ソーラービーム型もねちょっと使ってみたいということで、今回は、まあ、ソーラービーム、ヘドロ爆弾型をね使っていきたいなと思います。その輪に合わせた、持ち物となっております。多分ギガドレイン花びら型の方が強いのかわかんないけどね。ソーラービームはその、なんだっけ、結構その、ワンチャン狙えるみたいな。その、最後のそのサンダー戦着で、レクーザ戦とかね、ワンチャン狙えるような性能してますんで、はい、ということで、今回ね、この不思議花使っていきたいと思います。さあ、ということでやっていきましょう。結構、まあ、いい感じ。なんか、まあ、珍しいね。ザッシャンがどっちもいないっていう、そういうパーティーになってるの、やばくない？だいたいなんか片方いなくてもどっちかはいるみたいな、そんな感じなんだよね最近ね。そんな環境にもかかわらずいないっていうのがすごい環境になりましたね。はい、ということでやっていきましょう。私はねソーラービーム型使っていくの、クソ取られたか、取られてもうてしもうたが、これなんだよな。白髪進化させた方がいいか、これ。こんな感じすんね。学習装置持ってない白髪っていうのがなんか、まあって感じだね。独自路線行ってるよねっていう感じはするけどね。いや、あんまり無理に行かない方がいいんちゃうか？後から来るよ、これ絶対に。ほら。応援駆けつけるんだから、これ、こういう時って。応援駆けつけるんだから、こういう時は。ああ、どうしよっかな。ヘドロ爆弾とか。あれを覚える。よし。あ、なるほど。アブソルにつけてんだ。いやー、これは、ちょっと、あれしよっか。なんか一瞬溶けたな。一瞬で溶けたように見えたけど。どうしよっか。ナイス。俺も進化していいところなんだよな。まあ、向こうのアブソルがこっちに気取られてるんだったらちょっと話は違ってくるな。オッケー、ナイス。じゃあヘドロ爆弾。さあヘドロ爆弾で。ヘドロ爆弾してからソーラービームすると、なんかまあダメージ量が上がると。なんか特攻が下がるあれがあるらしくて。爆弾入れに行ってんね。これ来そうなんだよな。OK。OK、ナイス。やっちゃい、兄さん。ちょっとソーラービーム覚えるまではちょっと悲しい感じかな。うん、そんな感じするけど。いや、あんまり。いけ！なんかさっきもこのパターンでやられたような気がするんだよな。火力がえぐい、アブソル、ほんまに。いや、エイフィー来てるな。OK。エイフィー間に合ってくれた。助かるね。超絶助かるけど。おわんでいいんちゃうかな。どうなんだろう。あ、ナイス！これはナイスだね。あが、これは死ぬか。あぶねえ。助けられた。これあれだったらな。あ、ソーラービーム来た。ソーラービーム。
アブソルがちょっと怖いんじゃの。オッケー。まあ、ソーラービームならあれからでも持っていける強みあるよね。ほんと威力が半端ないっすから。半端ないっすから。まあ、一人で相手してたもんね。まあ、しゃあないか。結構食らった。結構食らってる。OK。進化してえな。あ、ナイス。OK! これがソーラービームバナの強み。てか、俺進化してたし。ユナイトもそれなりに強いからね。OK。バナは。行く必要あるかな。レジエレキがいるならまだしもっていう感じだけど。あんまり行く意味がないような気がするね。おい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 、どうなってんのよ。オッケー。狙えた狙えた。あかん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 、あーまあ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 、まさかそこ、そっち側に岩パレスがいるとはね、思いもしなかったよ。結構あれかな、持ってんのかな。ちょっと待って待って、上やばくない。いや、アブソル行ってるか。でもなんかああなってるあれは硬そうだな。この辺とかヘトラ爆弾どうか。おヘトラ爆弾、オッケー。めっちゃ強い。オッケー。アブソルどこ行ったんだろうね。アブソルの姿が見えないけど。ナイス。あ、上にいたのか、アブソルが。あ、アブソル。アブソル、アブソル狩ろうとしてる。狙い定めようとしてる。オッケー。おお、ナイス、超ナイスじゃん。なめんなよ、俺のトーラービーム。いやー、うまいこと狙ったね。しかもちゃんと相手のアブソルも買ってるっていうのが偉いわ。ヘドロ爆弾当ててからソーラービーム撃った方がいいんだよな。下がやばいかな。なんとかなりそう。あ、なんとかなってる。すごい。白髪。オッケー。いやいや、あんまアブソルは狙わんくていいんちゃう。返り討ちないです。なんで。オッケーオッケー。オラック、ちょっと食らわんかったか。一応牽制牽制、ここに打って、ああ、飛んできた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 、こいつ飛んできたか。レックーザーまだやられてないけど。いや、このバンギルス硬えなマジで。
ヒュアワが巻きつくとほんま硬いんだよね。回復が異常だしさ。いてどうすんねん。ああ、危ねえ。うわあ、厳しいか、これ。いや、攻撃してるな。誰だろう、アブソルか。いや、アブソルではないか。いやー、これはもう行くしかねえか。よいしょい、オッケー、ナイスこれよ、これ、俺が言ったワンチャンってのは。くそ、いや、俺が死んでも誰かがやってくれるはず。危ねえ。いや、入ったかな、わかんねえや。いや、これ正面から行くべきじゃなかったな。スピーダーがあったらワンチャンっていうところあったんだけど、スピーダーも使っちまってたもんな。そう、俺が言ってたソーラービーのワンチャンって ああいうことなんよね。それが、できてよかったわ。あー、負けたか。あー、じゃあ俺の100点が入ったとてじゃな、これな。俺の100点が入ったとてなんだな。さあ、対戦ありがとうございました、と。さあ、ソーラービーム型のね、星バナにちょっと、活路を見出した。さっき、でも、いい感じだったよね。いい感じだったんだけどな。まあ、俺の100点が入ったとてだったんで、まあ、あんまり関係ないけど。これはどういうことなの？キュアは取るん、これ。学習装置、なんか持ってるイメージなんだよな。何やと思われ。バニーが普通に来るのおもろ。まあいいか。これ全部取っていいんかな。なんか譲ってくれてる、なんかもう学習装置のムーブなんだけど。学習装置持たせてるんやないのみたいな。ムーブの仕方。よっしゃよっしゃよっしゃ。ほとんど取ったね。ここに現れるのは一体誰だ？ええ。次であれすんな。おいおい。あんまり。ちょい。あかん。いや、下がってあれか、回復するべきだったか。キュアは一人じゃきついよ。あと一匹でも倒せたら進化しそうな感じするけど。ヘドロ爆弾。よしよしよし。葉っぱがあった。上が結構狙われてんだね。大丈夫か、カメール。こいつ、すごい突っ込むな。あれだとしてもさ。ヘドロ爆弾ちょっと撒き散らしながら。あ、ソーラービーム型来た。ソーラービーム型よ。 OK! 超強い。うーくそ。
いやー、威力が。あれ、俺2キルしたの？2キルしてるとは思わなんだな。さすがソーラービームだぜ。オッケー。向こうもソーラービーム使えているわ。あのザシア、超弱えかもしんねえな。あんまり慣れてないザシアンかもしんない。おい。オッケー。ナイス。これは壊しに行くか。いや、壊しに行ってもしゃあねえか。これ取りたいね。ナイス。進化する。値進化よ。値進化するよ。いや、壊せそうな感じするけどね。なあ、これがギガドレイン型だったらな、全然勝てるのにな。もう本当に攻撃重視でこれやってるからさ。あれだよね。あれがペライんだよね。超ペラ耐久なんで。ああ、でも、もう中に食い込んでるね。2個目食い込んでるね。その調子。オッケー。いやー、うわー、チョコマがするから、あ、いける。ナイス。入るか、ナイス。まあ、それ、まあ、ニンフィアだったら逃げられるか。一応応援しに行こう。応援しに行くぞ。ういっ、ナイス。これやりたいな。うまいこと、あはは、53K。ちょ、リサードいねえけど。うわぁ、ナイス、でん。ナイス。威力半端なくらい。だから4割のとこから持ってかんだ。5割ぐらいあったか。これ一旦ちょっとあれして。よし。OK。ソーラービーム打ちたかったけど、きつかったか。あー、でももう中に食い込んでるね。もう最後の砦だもんな。まあ、これは本当にレクーザ次第って感じかね。おそらくレクーザ次第かもしんねえ。ここにいるかもしんない。いないかもしんないし、いるかもしんない。いけ。エナジーが欲しい。めっちゃ落ちとるわ。エナジーだもんな。あー、やべ。大丈夫か？ピカチュウ大丈夫か？いや、下がった方がいいんちゃうか？いや、それ。うわ。ちょ、もう。なんでこのザシアン突っ込むんだろう、マジで。
なんかこう、あれだよね、真ん中出る時になって突っ込もうとするやついるよね、ほんと。おい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 。もうてめえのせいだろ、ザシアンよ。動くんじゃないよ。あーおん。いや、これもう負けでしょ。どうあがいても。勝てる未来が。あ、いやいや、あ、いや、この雑誌はマジでちょっとあれだったな、突っ込みすぎる感じだったね。そのキャラパワーを過信しすぎるとそうなんねんな。はい、ということでまあそういう俺もそんなにいい感じの動きは見せられてないわけだけど、はい、ということで、まあ、こんな感じかな。うん。いや、対戦ありがとうございましたと。さあ、ということでやっていきましょう。超ゴリゴリアタッカーというか、特攻マシマシ、不思議まな。まあ、ソーラービームに火力振ってるみたいな。まあ、そんな方なんですけども。さあ、キュアはこうあるべきなんじゃないのと思うよね。全部雑魚を枯らしてくれるんだったら、学習装置を持つべきなんじゃないのと思うけど、学習装置が強化できてなかった可能性がビリゾーンあるよねっていう、そういう感じ。ウェス、くさ、あれ、あ、キュアは取ったか。オッケー、取ったよあいつうまいこと言ってねえなうまいこと言ってなかった民だったな。あー、なんかいる。ナイス、入れ込むか。超入れ込む。あんまりあれするとあかんか。ヘドロ爆弾入れて、オッケーオッケーオッケー、巻いとくか。オッケー、撤退です、撤退撤退。一応ヘドロ爆弾巻いといて、あ、上は全然でもやられてないから、これいい感じだね。いやー、くつ、ここはキュアはいないんだもんな、ま、巻きついてくれる友がいないってことで。オッケーオッケーオッケー。あー、ソーラービーム欲しいな。取れたかわかんねえや。相手を足止めしよう。これ行く？あー、もう全部狩られてるわ。時すでに遅し。ほんま可愛いよね、不思議そう。不思議だねが可愛い。7デベだけかな、ソーラービームってね。厳しい。これでもらえないかな。あ、どっち、あ、ソラビン来たな。上行くべきなのか。おっ、アウト、危ねえ。助かったマジで。お、切るか。ナイスー。ジュナイパーも来てんの。
ジュナイパーも来てんのか。ヘドロ爆弾巻きつけて。これ上に行くか。上に行ける?リーダーないけどな。キュアは、あ、そうか、二人分なんか。よくわかってないよね。キュアはって巻きついてても、弾入れられんのっていう。そこに驚き、おののきなけ、おののきなんだけど。驚き、おののき、三所の木。驚き、おののき、三所の木。よし、よし、よし。ヘドロ爆弾置いとくか。大きいヘドロ爆弾。おらそんな体力で突っ込んでくるから悪いんじゃ、貴様。おらはい聞いたじゃろう、聞いたじゃろう。この痛み。なんか、キュアは いるかなと思ったけど。そんな、いなかったわ。あかん、あかん、あかん。おらへいナイスマジ気持ちいいな、ソーラービーム。こういう視点の切り替え方した方がいいか、ソーラービームとか打つときは。先がちょっと見えないもんね。それ、ちょっととっさにちょっとできないけど、ちょ意識して こういう感じね。意識してやれたらいいね。あいつまたおらーく危ねえ。ナイスナイス。どこにいるんだい。ああ、ちょっと脅威だよね。怖いよね、あいつは。ジュナイパーは一旦ここに置いといて。まあでも上に行くか。あれ流したいし。ゴールはさ、なんだろう。こういう、やからが出てくるときは、いいよね。強すぎ、強すぎんちょっと。火力がえぐいような気がする。あ、全然食らってねえ。どこにいる。おら、痛い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 。これはやばい。あー痛い。多分ジュナイパーか。うわ取られたか。ちょっとジュナイパーうざかったね。最悪、そのもう無理せずにって感じじゃない。おナイスすぎる。ちょナイス。あー駆けつけてくる。もう本当に勇者みたいなワンちゃんやな。勇者ワンちゃんすぎるやろ。いただきました。いたかいないか、これか。このね、視線移動ね。すごい威力。半端なし。まあ、ジュナイパー接近されたらって感じか。ナイスー。お、ナイス超ナイス。ナイト技準備 OK。 でもサーナイトがもう狙われてんだよな。サーナイト狙われてますね。あ、でもやってるの偉いわマジで。 OK ナイス。当たってなかったかな。ここにいる。いないか。
ほいっと。ソーラービーム。ソーラービーム。あかん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 。ああ、やられた。ジュナイパー、自分で使ってると気持ちいいけど、使われるとほんま鬱陶しいの。足止めしようっていうのは、このまま行けば、勝てる感じになってるからね。そういうことだろ。そういうことなんだろ、とっつぁん。おら狙われたか。まあ、ちょっと厳しいか。いやどう、いや、わかんねえ。もともと結構入れてるからさ。うわーあー、これは厳しいか。さすがに。いやー、やられたね。どうだろうね。最初結構優勢だったけど無茶しすぎたか。なあ、負けたか。はい、ということでちょ、今回ここまでしたいなというふうに思います。3戦3敗はやばいね。ちょっとこのソーラービーム型に勝つを見出したいんだけどね。多分ギガドレインと花びらの前のが強いと思います。はい、ということでチャンネル登録と高評価お願いします。よいしょ。